お世話になります、ひとりでございます。6月2日にポケットモンスターソードシールドのエキスパンションパス、鎧の孤島と冠の雪原の最新情報が公開されました。今回は一見配信日が近い鎧の孤島が中心に情報が公開されてると思いきや、地味に冠の雪原の情報も多く、ごちゃごちゃに紹介されていて意外にわかりにくいし、多分全体的に冠の雪原の方が情報が多い気もします。そして今回は全体として一気に超大量の情報が出たので、この動画では鎧の孤島と冠の雪原に登場するポケモンにだけ焦点を当ててまとめたいと思います。まずは鎧の孤島に登場する新しいポケモンをご紹介いたします。ほとんど以前から紹介されていたものですが、今回はさらに細かい情報まで公開という感じとなっているので、以前の情報も振り返りつつ紹介しましょう。ダクマについては特に情報が更新されておらず、進化系のウーラオスは少し情報が追加されています。ダクマからウーラオスに2種類のいずれかに進化し、タイプは一撃の型が格闘アクで、新技は暗黒強打で、必ず急所に当たり相手の能力変化などの影響を受けずに攻撃をすることができるとのことで、超強いですね。ランクまで使えたら強そうなんですけどね。連撃の方はタイプが格闘水で、新技は同じ効果で水流連打です。特性不可視の拳は守るをしていても貫通するという特性で、ここまでは気質だったと思います。で、今回はこのポケモンの巨大マックスの状態が公開されました。見た目は多分気質ですが、まあかっこいいですね。一撃の方は巨大一撃、連撃の方は巨大連撃が使えて、どちらも大ウォールや守るを貫通するとのことです。あれ、特性と変わんなくねって感じですけど、まあ先ほども言いましたが、ランクまで使えたらまあ強いんでしょうね。で、冒頭でも言いましたが、鎧のことの情報は意外に少なく、完全に新規のポケモンの情報はこのガラルの姿のヤドランだけです。新規とも言えないんですけどね。しかもなんと見た目も私からしたら他のリージョンフォームと比べて一緒って思ってしまいました。一応腕がロックマンみたいになっていて、タイプが毒エスパーとのことで、毒要素が見た目にも現れていますね。っていうか明らかに水要素あるのに水タイプなくすのずるいっすよね。まるでシビルドンのようだ。ちなみにシェルダーに噛みつかれた刺激で毒タイプに変化したみたいです。こういう設定ってマジで興奮しますよね。ポケモン大好き。強敵との勝負は早打ちガンマンというよくわからないことが書かれていました。早打ちガンマン顔負けのスピードでシェルダーを構えとあるので、素早さが超速くなっているかもしれません。そして特性はクイックドローということで、新特性で詳細は公開されていませんが、多分ガンマンとかの関連から発射系の技が先制技になるっぽい気がします。そして現時点で専用技で新技にはシェルアームズというのがあります。毒タイプの特殊技で物理特殊で与えるそれぞれのダメージを比較し、より高いダメージを与えられる方で攻撃をするとのことで、これはかなり対戦で戦略が増えそうですね。意外にこの画像を見るとこういうヤドランもかっこよく見えますよね。なおヤドキングの情報はまだで、以前あった情報だと冠の雪原で進化できるみたいですね。わざわざ進化を分ける必要はあるほど重要なポケモンなのかとも思えますが、そこは突っ込まないでおきましょう。ここからは御三家についてで、もう剣盾の御三家の情報は出尽くしているので、これも新規のポケモンとは言えませんが、一応新規の情報ではあります。いずれも巨大マックスの情報です。まずは不思議バナです。見た目はとにかく花びらがでかくなり、ベロリンガのベロみたいになったという感じですね。というかラフレシアって言った方がいいかもしれません。巨大弁達という技が使えるとのことです。攻撃によるダメージに加えて草タイプ以外のポケモンに4ターンの間ダメージを与え続ける効果があります。新しい情報とは言いますが、結局リザードンの草タイプ版ということですね。で、次はカメックスです。見た目は正直私は大好きです。機械っぽくて男性が好きそうな見た目ですよね。基本後ろ向きっぽくて、バクガメスを彷彿させるところも洒落ててグードです。で、先ほどと同じくリザードンの水タイプ版の巨大マックス技、巨大砲撃が新しい技です。次はリザードンと言いたいところなんですが、すでにいましたね。なんか今思えばリザードンだけ剣盾にいたの不自然な感じがしますよね。しかもリザードンとほぼ同じ効果の技が公開されたので、新しい情報はほぼ見た目だけです。そして入手方法については、道場で不思議種とゼニガメが出てくるところがあったので、多分クリア後かストーリー中にどちらか選択してもらえるっぽいですね。で、実際これしか鎧の孤島の新ポケモン情報はありません。新規のデザインという意味では実質ほぼヤドランだけですかね。まとめてみると意外と少ないですよね。次は鎧のことに登場する旧ポケモンをご紹介いたします。これは公式サイトには載ってなく、実際の映像から探していく形となります。ほとんどが気質の情報ですが、ビジュアルも公開されるのが初めてのものもありますので共有させていただきます。まずはレントラ、いきなり最高にイケメンくんですね。で、次はストライク、つまりハッサムが出るということになり、イケメンポケモン勢揃いですね。ガチで嬉しいです。で、ケンタロス、クリムガン、ドゴーム、ゴニョノ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 、で、ココロモリ。お前もともといたろ、ここでわざわざ出るなよ。
って言いたいですね。で、目黒子、つまりワルビアールが出るということで、またイケメンポケモンで、イケメンパラダイスですね。で、ウォーグル、いや、お前ももっともっといたろ。ここで出んなよ。で、モジャンボ、やれユータン、またもともといるやつ、なんでお前もいんの。で、ナッシー、ということはつまり我らがたまたまも出るということですね。で、ニョロゾ、ニョロトノ、で、ガルーラ、これは超人気であり超強いポケモンですから嬉しさマックスですね。お腹に入ってる子供がトレーナーと似たような大きさでなんかいいですよね。かっこいいっす。そしてバッフロン、ルガルガン、我らがエモンガ、そしてコジョンド。こいつ全く名前が思い出せなくて、検索しまくって名前を探すのに10分以上かかりましたのは内緒です。キノヤコマ、つまりファイアローが出るということですね。ドラミドロ、このポケモンフォルムがマジ最高ですよね。で、ヒトデマン、スターミー。スターミーは手前に一瞬映りましたね。こいつらが固定シンボルで登場するのがなんか笑えますよね。で、キングドラ、ジバコイル。で、あとはツイートの映像ではエアームドも登場していました。ハッサムに続きエアームドはもう最高っすね。とこんな感じで実際よくよく考えてみるとやっぱり鎧のことの新しい情報ってそんなに多くないんですよね。目玉なのはヤドランとガルーラ、ストライク、つまりハッサムくらいですかね。あと我らがたまたま。ちなみに配信日は6月17日水曜日の夜ということで、曜日から時間まで超イレギュラーな感じになりました。これは私以前の考察で6月19日と予想していたので外れました。すいません。はい、じゃあここからは冠の雪原に登場する新しいポケモンをご紹介いたします。といっても必須の情報に新たに特性とかの情報が追加された程度で、完全に新規のポケモンが出てきたわけではありません。レジ系ではまずはレジエレキ、しっかり見ると見た目はなんかロトムを彷彿とさせますね。このポケモンはしっかり名前も公開され、タイプは電気の単タイプで、特性はなんと新しいやつでトランジスタとなっております。この特性は多分サイトの説明文で電子を吸収して生きているポケモンでという表記もあることから、おそらく電気タイプの技を無効化する系だと思います。トランジスタというものは電気を増幅するものでもありますから、例えば吸収して特殊が1段階上がるみたいな感じだと予想されます。で、サンダープリズンという新しくて現時点では専用技の特殊技もあり、守護ターンの間交代できなくなるという対戦環境を大きく変えそうな技となっています。次はレジドラゴです。見た目は真ん中の角みたいな部分がまん丸すぎじゃねとカービィっぽくねと思ったりもするんですが、こいつはドラゴンの単タイプのレジ系です。やっぱ単タイプってなんかかっこいいですよね。特性はこいつも新しく竜のアギト、アギトとは顎のことらしく竜の顎ということになりますから、カム系の技が強かったりとかそういった類の効果になりそうな気もします。こいつの注目すべきは他のポケモンよりも強い威力でドラゴンタイプの技を繰り出すことができるぞという文言で、種族値は攻撃特攻が高めだと予想されますね。一見攻撃が強そうな見た目ですが、現時点では専用技で、新技はおそらく特殊攻撃だと考えられる特殊ドラゴンエナジーです。名前が何のひねりもない感じで、まだこんな技名使われてなかったのと思うほどですよね。で、レジ系の入手方法は今までのレジロック、レジアイスみたいに仕掛けや暗号を解いていって戦うことになるみたいな映像がありました。まあ、ここら辺もワクワクしますよね。で、次はサンダー、ファイヤー、フリーザーです。こいつらはガラナの姿、つまりリージョンフォームということですね。まずはサンダーです。最近のポケモンのデザインってついていけないことがあったりするんですが、昔っぽさを残しつつ今っぽさもあり最高のデザインですよね。タイプは格闘飛行ということで、このタイプはめっちゃ個人的にかっこいいし好きですね。で、特性は魔剣気、現時点での新しい専用技は雷鳴蹴りという思いっきり電気タイプそうだけど格闘タイプの技です。おそらく 100% で相手の防御を下げるっぽいので、こいつは環境へ超影響を与えそうですね。次はファイヤーです。まず見た目がかっこいいですね。全く別のポケモンに見えますけどね。悪飛行タイプで、またすんげーかっこいいタイプですね。特性は逆上で、自分の HP 半分以下で特攻が上がるという効果ですが、なかなか強そうです。サンダーと同様に新しい専用技もあって、燃え上がる怒りと言います。相手をひるませることがある悪タイプの特殊技ですから、なんか既視感があるような、はっきり言ってビジュアルはかっこよすぎ。悪タイプの特殊系はマジ最高っすよね。次はフリーザーです。こいつは個人的には見た目が博士みたいで、なんか微妙な気もします。そんな微妙な感じが逆にいいですけどね。タイプはエスパー飛行です。特性は敵から能力ランクを下げられた直後に自分の特攻が2段階上がる勝ち気ですから、タイプは微妙かもですが、ワンチャン、いや100チャン暴れまくる可能性あります。
されますね。他のやつと同様に新しい専用技があって、凍てつく視線です。氷の状態以上にすることがあるらしく、え、氷なのって思っちゃいますが、氷にする最高キネシスみたいな感じだと思います。で、最後はバドレックスです。まあ冠雪原で出てくるデザインが公開されたという感じですね。よく観察すると足がどんだけ遅いんだよって思っちゃいますね。首にはたまたまを巻いてるし、でも私は意外と邪道なデザインが好きですね。で、あとこのピオニーという若干卑猥な響きのキャラクターの帽子とかにいるポケモンらしきものがやはり私としては気になります。多分ポケモンだと思うんですけど、全くそのことに触れられなかったので情報出してくださいよ。ここまでで新ポケモンは終わりで、実際はほとんど詳細の情報ばかりで、見たことないポケモンの情報はなかったですね。ワクワクしたけど冷静になった時残念に感じますね。ここからは冠の雪原に登場する旧ポケモンをご紹介いたします。まずは冒頭のアブソルです。いきなりイケメンくんですね。あと多分一文字、いやお前は出てるよ、ほんのり映って私たちを期待させないでください。そしてこいつも冒頭で出てきたギラティナ、おそらくこれは味方トレーナーが探検の格好をしているので冠の雪原で出現するでしょう。で、青ガラス、お前また出てくんの、単独で映像に堂々と映って期待させんのやめようよ。で、レジロック、レジアイス、レジスチル、これらは先ほどのレジエレキとかと同様に仕掛けといて入手みたいになりそうですね。で、一番奥がレジドラゴとかそんな感じじゃないでしょうか。で、ジーランス、これすごい映像で得意げに出していて、ゲームフリークさんのドヤ顔が透けて見えるんですが、そういったポケモンじゃないような気もするんですけどね。で、フリージオ、で、またアブソル、先ほどもいたのでちょっとしつこいですね。あと多分一文字、いやお前もさっきもいただろ、だいたいお前もともといるだろ、なんでこいつがいいんだよ。で、チルッと、つまりチルタルシスが出てくるということですね。これは歓喜せざるを得ないですよね。で、あと増動、ってお前ももともといるだろ。で、フリージオ、君も割としつこいんだね。で、バイバニラ、ってお前もいるだろ、ちょっと映るだけが一番期待するからやめて。で、巣穴の大調査、ダイマックスアドベンチャーという要素が登場するとのことで、4人のトレーナーで冒険し勝ち進んでいけばレアのポケモンが出てくるみたいな感じっぽいです。おそらくこの仕組みの中で伝説系が出そうです。映像ではこのようなポケモンが出てきました。ミュウツー、鳳凰、ルギア、グラードン、カイオーガ、ディアルガ、パルキア、レシラム、ゼクロム、ゼルネアス、イベルタル、ソルガレオ、ルナーラ、多分冒頭のギラティナもこの形で出ると思われます。まあこれは以前言っていた伝説が全部出るっていうことですね。要はちなみによく見てみると映像には我らがおなじみの NPC の面々がいるので、友達とかの人を集めない限りは多分雑魚 NPC で戦わなきゃいけなそうです。これきついっすね。で、ガラルスタートーナメントといういろいろなトレーナーとシュートシティで戦える要素の紹介の流れで出てきたやつをちょっと紹介します。まずはブーバーですね。これはおそらくそのトーナメントの流れで出てきたので冠の雪原で出てくると思います。まあその流れで鎧のことのやつも出てきているので、まあ、勝手な予想なんですけどね。で、ラランテス、で、こいつも鎧のことかどっちか分かりません。で、ボスゴドラ、こいつも同様ですね、どっちか分かりません。相変わらずでもかっこいいっすね、大好きこのポケモン。ということでこんな感じで全てのポケモンの紹介が終了です。先ほどから何回も言ってますがめっちゃ興奮しましたけど、冷静に見てみると言うほど新情報なかったですね。なんだかんだ冠の雪原はともかく鎧のことはそんな新要素はないのかもしれないですね。旧ポケと新ポケがちょっと出て新しいマップがちょっと追加ということなんでしょうね。まあ、興奮させてもらったんで、まあ楽しみに待ちましょう。あ、で最後に衝撃すぎる興奮間違いなしの新情報を一つご紹介させていただきます。なんとあの氷っぽが固定シンボルで出現します。